教えて信長の野望波動虎の巻第1弾始まります。この動画は戦略シミュレーションゲーム信長の野望波動を初めてプレイする方に向けてゲームプレイをサポートしていくシリーズ動画となっています。今回第1弾の動画ではゲームの進め方や初心者におすすめの武将などを紹介していくので、ぜひこちらを見てゲームプレイにお役立てくださいね。光栄テクモゲームスが送る本作は歴史シミュレーションの金字塔信長の野望の最新アプリゲームです。皆さんは日本各地の大名家に仕える領主となり、所属大名家を天下統一に導くため前田利家、羽柴秀吉、柴田勝家などの戦国の優勝智将たちを率いて領土争いを繰り広げていきます。シーズンという限られた期間の中で領土を拡大したり、各地にある城を獲得したりして所属大名家の威信を高めていき、最大の目的である天下統一を目指していきましょう。まずはチュートリアルで何度も引き直せる特別なガチャで序盤のプレイがスムーズになる武将の選び方をお伝えします。こちらのガチャではテンプ850武将とテンプ800武将が各1体ずつ確定で出現します。テンプ850の武将は柴田勝家、長野成政がおすすめです。テンプ800武将は柴田勝家を選ぶ場合、弓の適性が S となる宇佐美貞光などがおすすめです。また長野成政を選ぶ場合は騎馬の適性が S である斎藤義達、武田勝頼を選ぶ手も推奨します。それではゲーム画面を見ていきましょう。マップには他プレイヤーの里や歴史的に有名な城、名所などがたくさんありますね。ゲームはこのマップ上を舞台に領土を奪い合っていく領土制圧と、自分の里をより豊かなものにしていく内政等を繰り返していきます。それでは早速、里がある領土やそこに隣接する領土を制圧して領土を拡大していきましょう。領土制圧には軍令書と維新旗を使用します。特に維新旗は新しい領土が欲しい場合に所有する領土から維新旗を回収して使い回す必要があるため、回収を前提とした立ち回りが必要になっていきます。なので闇雲に広げていくのではなく、これから制圧する予定の領土ではどのような恩恵が受けられるのかをよく考え、計画的に領土拡大をしていくことが重要です。ゲームは春夏秋冬の四季が巡り、季節ごとに大名家の情勢が変化していきます。自分が仕えている大名家の領土数や城の数から維新が計上され、多勢力との差が明確化します。刻一刻と変わる情勢は戦国時代さながらですね。マップ上のあちこちにこのような族がいるのがわかるでしょうか。族を討伐すると武将を育成できるのが大きなメリットです。族にはレベルが表示されているので、自分が率いる部隊能力に合った相手を選んで出陣できるのも嬉しいですね。族を討伐して武将のレベルを上げ、来るべき合戦に備えましょう。それでは次に里の発展に欠かせない内政施設を見ていきましょう。ここでは資源を生産したり、兵士の募集や民の依頼をこなしたりして報酬を獲得するなど、多くの施設が登場します。序盤は指南に沿っていくことで、おのずと各施設の役割の把握や機能の開放を進めることができるので、従っていきましょう。施設の建設や強化には一定の時間がかかります。アイテムごとに決まった時間を短縮する時間短縮アイテムを使いたくなりますが、ちょっと待ってください。序盤はまだ内政施設のレベルが低いため待ち時間が短く、アイテムを使用すると短縮時間の一部が超過してしまうことがあるため温存推奨です。自分の里を発展させてより強固なものにしていきましょう。ここで建設完了時間を待つ間に何をするべきか迷う方もいらっしゃるかもしれません。建設完了するまでまだまだやることはありますよ。特に強くお勧めするのが、先々に備えて領土を獲得しておくこと。今後の進行がスムーズになりますよ。さて、慣れてきたところで仲間と協力できる一門に入りましょう。一門に入ることで様々なメリットがあります。仲間たちと切磋琢磨していくという、まさに戦国時代さながらの気分を味わうことができますね。ここまで序盤の進め方をご紹介してきました。
プレイ開始してから何をしていくべきか、この動画を見て少しでも参考になれば幸いです。それでは次回の動画でもお役立ち情報を配信するのでお楽しみに。